新型コロナウイルスについて県と奈良市は今日2人の死亡と新たに240人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは先週の月曜日からおよそ200人少ない240人でした1日における新規感染者の数は前の週の同じ曜日を6日連続で下回っています また、90代の男性と70代の女性の死亡が発表され、亡くなった人の累計は749人になりました。病床の使用率です。重症対応病床が33%、入院病床全体では53%となっています。また、天理市は今日う、浪川市長が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。 浪川市長は1月29日まで自宅療養の予定で発熱の症状がありますが軽症だということですなお公務に影響が出ないよう容態を見ながらリモートで対応するということです